日最終日です。昨日の夕食がめちゃくちゃでかかったので、なんか胃にもたれてるという、抜いてもいいかな朝食とちょっと思ったぐらいなんですが、まあでも朝食ブッフェが結局このホテルで一番コスパが高いので、まあそっち食って昼食はめっちゃ軽くしてみたいな、そういう感じがいいのかなというふうに思いました。朝も早からこの坂道を登ってまいります。現在朝7時半ぐらいかな。今日もいい天気ですね。みんなすごいなと思います。ここで靴脱ぐのいつも忘れるんですよ。だってこれ日本人感覚、これ何回も撮ってますけど、外廊下っていうか、こっから履き替えるって想像つかなくないですか。ということで、まず初めて店員から注意されずに靴を脱いで上がることができました。やったぜ。どこの席が空いてるかな。今日もあんまお客さんいないでしょうかな。こっちとかまた座ってないんでいただきますかね。まあ、ということで、昨日のでお腹がもうサラダとかそういうのに無理って言ってるんで、こういうのと、あとはオムレツを別に頼みました。これまでからするとお腹に優しい感じです。やっとオムレツ、サバも揃ったので、コーヒー以外は全員くれました。結局やっぱりビュッフェだから特にこいつとか頼みすぎちゃったって感じです。ちょっと何もつけずに食べて十分に塩味でありますが、もうこれでケチャップとか追加でもいらないです。いただいていきます。8時台になって結構暑くなってきて、結構蚊が湧いてくるところで蚊に食われたりとかして、早く部屋帰って虫刺されケアセットみたいなのを適用したいです。とにかく暑い。今日何だったっけな。あ、そうだ、今日はそこら辺や午前中に浜、まだ行ってない浜まで出撃して、でスパを受けると、3時間スパを受けるというのが今日のミッションになります。と、暑いので、まだプール開く時間じゃないんだ、ちょっとめんどくせえな、このプールぐらい雑にさ適当に入らせろよって感じなんですけど、いやちょっと7時ぐらいが全然日がそんな強くなかったんで、適当に帽子もなく日焼け止めもなく外に出てきたんですけど、ちょっとこれは誤りでした、ね、やっぱり南国本当に日焼け対策っていうのは生死に関わるんで、ちょっと今こういうことはしないように気をつけないとなと思いました。いや、やべえな、ほんと早く帰ろう。ということで、この旅最後の冒険に旅立ちます。ビーチへの出撃ですね。よいしょ。なんか外ではルームサービスじゃねえやんっていうのが、部屋掃除するやつの方が待ってくれてびっくりしました。タイミング的にちょうど良かったみたいです。なんか謎に疲れた。ふぅ、なんかよく見るビーチではないけど、スノーケルとかやろうと思えばやれなくはないところも、このジャマキリ側のホテル側の海岸にもあるっぽい気がして、監視員がいないからあまり許してないんでしょうね。なんかあそこら辺と、なんか岩子を伝って降りられそうな気がせんでもないです。ふぅ、しょ、いやー、クソ暑いけど綺麗な景色だな、ほんとに。しょ、全力で日焼けを回避してたんですけど、鏡見るともともと黒い顔、もっとめっちゃ黒い感じになってたんで、相当日焼けしてますね。確かにこの岩伝って降りていくの、ちょっと怖えか、こう歩いていって。まあ、できなくないですけどね、みたいな。鳥が可愛い。カニすげえいる。ちょっと映ってるかわかんないですけど、カニがわーっていますね。よいしょ。スノーケルは自前のがあるんで、今回はダイブで結構スノーケルも普通に使えるように、抵抗なく使えるようになりましたね。あとは、フィンが多分借りれると思うんで、フィンを借りて、ビーチに向かう計画でございます。結構ね、ここからこう、まあ、足ついていけんのかもしれないですけどね。今、干潮だから足ついていけんの？いや、フィン借りれるのかと思ったら、フィン借りてない。わからん。足ついていけるこれ。足ついていくんだ。ちょっとビーチサンダル、なんかすぐ脱げそうなんですよ。どうしよう。スノーケリングセット。お金かかるんだ。じゃあ、一旦やってみて、ダメなら、なんかお金かかるみたいなんで、一旦ピンなしでやってみて、ダメなら諦めるか。600だから3000円かかるのか。スノーケル持ってきてんの、フィンで金取られるの、ちょっと腹立つんですけど。まぁ、ちょっと、そんな感じで、ちょっとやっていきます。なんか適当に入ってみたら、ちょっと想像と違っていて、まず水面腰ぐらいまでしかないです。だから歩いていこうと思えば、多分歩けるんですよ。で、それもあって、結局サンダルで行きちゃいました。下、岩なんで、あと多分これ壊れないと思って、壊れないでこれ。ちょっと、水中ハウジング持ってきてないんですけど、どう？壊れないと思って。映ったと思うんですけど、魚いるんですよ。なんか感覚的にもグアムよりも、グアムのとあるホテルに行ったことあるんですけど、その時よりもその時同じぐらい、随分ホテルから近い距離で魚見えちゃうんで、さすがタオ島だなと思いました。めっちゃ魚いる。なんかここら辺ちょっとスノーケリングするだけで結構全然お子さんとかだったらめっちゃ楽しめそうと思いました。ということで歩いていくか。お魚さんはだいぶ見た。でも足普通に歩いてるんで、泳ぎよりも楽なんですわね。なんでちっちゃい生き物とか近くで撮るのは、ほんとこっちの方が楽。
なんかダイブだと触っちゃいけないホバリングみたいなのをしなきゃいけないんですけど、ホバリング力僕ないんですよ。なんで、あ、ここ深くなってる。はい。これ今までサンゴ礁だった。サンゴ礁踏んでいいんだ。踏むしかないと思って踏んじゃうと思ったけど、でも多分多くの人に踏まれても生きてこれたようなので多分大丈夫でしょう。そんな感じで、いや、見てきたね。で、あとそうウォーターワーク頑張って持ってきたけど、素人もやることなんでまたなってるよ。なんかすげえぐるぐる巻いてるつもりなんですけど、なんかいつの間にかほどけてくるんですよ。で、さっき見たら中水浸しで意味ねえじゃん。ちょっとウォーターワークプロがやるとちゃんとできてるので、何回もうまくいってるのを見たことがあるんで、はい、ちょっとウォーターワーク修行していこうと思います。そんなもんで、ちょっとどうやって入っていこうか。どっち系だって、ここから3段立てて渡っていこうと思います。電源撤回しますよ、これ。グアムよりいい気がします。なんか種類の多い魚。いや、お見事です。サンゴ礁エリアは抜けましたね。結構、泳ぐの疲れる。ピーネは疲れる。まあ、もうちょっとですね。海岸じゃねえや、砂浜エリアに来たみたいなんで、もうサンゴ礁じゃないんで多分いないんで、まあ一旦こんなもん水中撮影を終わりますか。帰りまたこういうのはちょっと楽しみですね。はい、白い砂浜到着です。で、この砂浜をちょっとまあ散策して邪魔ピラに入ってまいります。じゃあ長い旅が始まります。今さっきの砂浜の端っこまで来ました。で、あっちが邪魔切りです。なんで、まあ、ホテルが邪魔切りのはず。ここから、スノーケルをちょっと多めに使いながら行くという感じにしたいと思います。なんかカメラの様子がおかしい気がしたんで、最近。大丈夫かな？今のところ S プロ、本当にいいカメラで、水中とかも行けちゃうんで。これうまくいったら、本当 S プロ買ってよかったな。この時点でもよかったですけど、よかったろうと思います。行きますかね。めっちゃでっかい魚群がいましたね。ちょっとあそこちょっかい出すのはやめましたけど、休憩できるところあったのかな。あ、そっか、あそこで火が回ってんの、なんか火から離れちゃったなと思って、あれ、岸から随分離れちゃったなと思ったんですけど、まあ、そんなに、それほどでもないし、そっか、あそこツーって行ったから、あの、線通りにいたら、もう、あそこギューッと折れ回ってた。あれ、いつの間にか、紐がないみたいな、そんな感じになってました。はあ、で、なんか、すげえ基本的なこと言わせてたんですけど、僕はスノーケリングのセット持ってきたのって、ゴーグル、ドツキなんですよ。なんで、メガネお持ちの方、メガネ使ってると、スノーケリングのゴーグル、ドツキのやつ、自前で持ってくると楽しむことができると思います。というか、多分それないと、一人だと辛いと思います。ダイブで使い方がやっと分かったんで、スノーケリング今まで適当にやってたんで、いやー、あれで教えてもらったんで、結構楽しさが上がりました、ね。ダイブもまたやりたいけど、スノーケリングはまだ絶対やりたいし、スノーケリングもやるんだったら、じゃあダイブもちょっとやるかみたいな、やりたいなみたいな、そういう相乗効果が生まれそうな気してきました。あー、旅の3分の、真ん中ぐらいかな。こう走って泳いで、乗りこうなんで、半分行ってるかいけないかって感じかな。あー、じゃあ行きますか。この、息吸うところ、これダイブで息吸うところ外して付け直すみたいな練習しちゃったんで、逆にどんでもとりあえず水の中入って、あ、付け忘れてたっつったらリカバリー可能になっちゃった。なんか気にしないで潜っちゃうんですよね。なんか口に含まないまま潜ろうとしてました。危ねえ危ねえ。リカバリーできるんですけど、海水やっぱり口の中入っちゃうんでしょっぱくなるんですよ。なんか怪我の声なんていうのかな。とりあえず行きます。ちゃんとスノーケル噛んでいきます。加えていきます。噛んじゃダメ。一旦休憩です。中年になってからいろいろ新しいことをちょいちょい始めてるんで、それの集大成がなんかもうチャンネルって感じだったんですけど、スノーケルもそういうことで初心者なんで、スノーケル初心者仲間向け情報、結構咳ゴホゴホってしちゃってもスノーケリングゴホゴホしてもなんとかなります。水中溺れないです。基礎的な水泳力最低条件必要なんですけど、あれば結構ゲホゲホってやっても結構大丈夫なんだな。ダイビングもそうですけど、水中でちょっとアレルギー持ちとかだと結構ゲホゲホとかなんかむせちゃったりとか、なんかそういうことあったらどうしようかなと思ったんですけど、いや、まあそういうことあるんですけど、別にって感じです。なんとかなってる感じ。さてと、サンゴ礁があんまり浅いところ行きすぎるとこすっちゃうんで、まだ
サンゴ礁痛いんですよね。サンゴ礁こんな痛いと思わ、南国食べ始めるまで、サンゴ礁もう 足とかに刺さったら行ってとか、なんなんて思ってなかったっす。さあ、はい、ゴー。おー、とっとっと、最後まで気が抜けます。よいしょ。すごいスノーケリングスポットでした。このホテルすぐさっきみたいな大きさのその魚いるんですよ。結構すごいと思うんですけどね。そんな感じでした。一旦上がります。ちょっと曇ってますね。これちょっと水入ったっぽいんですよ、レンズのところに。エースこれエースプロで撮ってます。なんだ、お楽しみの3時間スパマン、あと1時間を切った状態なんですが、とにかくもうスノーケリング楽しかったんで、このタイミングでなんと、ちょっと映り悪いんですけど、出ました。オープンウォーターでライセンス申請通りました。まあ、これで僕も初心者ダイバーみたいなことになるかなと思います。いや、やりました。気分いい感じです。ちょっと物すっ転がってますけど、いろいろ物すっ転がってるの映ってますけど、ちょっと今日のお昼ご飯この豆を食いながら、ちょっとショートをイジイジしながら、ちょっとスパに向けていこうと思います。コンビニで買ってきた、エナジードリンク的な健康に悪そうなやつ飲んでみます。これも入れました。うめー、最高です。残りの少なくなったタイライフを楽しんでいきます。ちょっと曇ってんなー。スパ行きます。スパ、この旅のほぼなんていうか締め的イベント、スパ。はい、3時間ぐらいのコースにやるといろいろつくんですよ。なんかなんだっけな、なんかボディーラップだのなんだろう、美容女子とかだったら、そういうのって美容女子向けでしょって感じだと思うんですけど、なんかね、スパ、タイのスパ大好きになってくると、そういうのも受けてーぜみたいな気になってくるわけです。海でもだいぶ多分ね、もうこの手とかもね、相当カメラで映ったらめっちゃ黒くなってると思う。なんか、さっきショート編集して、どう考えても、この手、めっちゃ黒いだろみたいな感じになってて、そういった傷ついた皮膚を、ちょっとなんか大事にするみたいな、いろいろやった上で、このマッサージとか、ちょっと、なんかリラックスの様々な演出をこう楽しませていただくという感じですね。で、前回タイマッサージを受けたんで、ベストな、今まで僕が受けてきた中でベストなとこではないっぽいですね。まあまあ、それなりにいいと思います。ちなみに僕的にベストな寒いのスパがあるんですが、帰りにちょっと寄ろうかなと思ったんですけど、明日の寒いのその空港での待ち時間、めちゃくちゃ高くなって、3、4万とか。ちょっと一泊分ぐらいになっちゃうんだよ、ホテル、ここの。ちょっと予算的に合うとかなと思って、やめたんですが、ただ、NVIDIA の、なんか、昨夜の爆発的な伸びがあり、まあ、いや、まあ、多分やんないです。明日は、寒い、お土産買って、大好きな寒いをちょっと最後に見て、みたいな感じで帰ろうと思うので、とにかくスパ的にはこれが、締めという感じになります。しかし、登る、大変だな。はい、メディア、友達とも話してたんですけど、お客さん、まあ、シーズンじゃないから、いないんで、貸し切り状態でこれ静かに楽しめるっていうのは、贅沢ですよ。はい。あとこれ、泊まると10% 割引券がある。これで 10% 割にしていきます。スパの脱衣所なんですけど、まあ、こっからの眺め、結構、いいですよね。なんか落ち着いた感じで。ちなみにスパの脱衣所、こんな感じ。僕一人しかいないです。なんか 10% チケット無限みたいで、行ったらまたもらいました。よくわかんないですけど、いやー、よかったです。ちょっと感想戦は残ってからやろっかなーっていう気分です。残り最後の夕暮れはお部屋からダラダラ眺めながら豆でもちょっとダラダラしようかなと思います。あとドリンクはこれ飲み干しちゃったコンビニで買ったやつ、蜂蜜の香りで独特です。これに入れて飲むという感じです。スパだっけな、結構良かったですね。不満点としてのスパに対するウェルカムドリンクとかないんですよ。なんかただの水出てきて、って思ったんですけど、最初3時間コース、最初サウナなんです。サウナの流儀もよく分かんなくて、とりあえずなんか出たり入ったりとかループするのかな、ループしてもいいのかなとよく分かんないまま入ったら、さすがだなって思うのはやっぱりタイのアロマ強えなって思うんですよね。はい、まあ普通に花の香りとかしそうじゃないですか。せめなんかね、木っぽいんですよ。こういうので来たかみたいな。で、結構落ち着くんですよ、ね。それが、さすがだなってまず思わされて。サウナいて、で、まあ、スチームサウナでお客さん僕だけど、なんか、出たり入ったりしていいのがちょっとよくわかんなくて、ちょっと、喉乾いたし、もう一旦出るかみたいな感じで、シャワー浴びて、で、ちょっと喉乾いてたんですよ。戻っていいのかな、どうしようかなっていうのを聞こうと思ったら、あー、じゃあドリンクありますんで、みたいな感じで、そこでこう冷たいお茶みたいなのが出てきて、お、ええやん、みたいな。ただまあ、お茶自体は普通でした。僕はなんかこう、飲んだことがないお茶、飲んだことがないトロピカルドリンクみたいなことを期待してるんで、そこはね、ウェルカムドリンク的に僕の求めるものはいい感じのタイミングに出てきて、ええやん。で、終わって、なんだっけな、その後こう、体になんかアロエクリームみたいなの塗ってくるんですよ。それが結構冷蔵庫で冷やされて、冷たいやつがペラッと塗られて、おお、最初、おおって思うんですけど、まあ、なかなか良いですね。それをこう、いっぱい体に塗ってもらって、なんか、
皮膚も日焼けでめっちゃ疲れてると思うんで、まあ、あれは良かったんじゃないでしょうか。なんとなく皮膚が喜んでいたような気がしなくもないです。その後は体のマッサージは前回やったのと同じで、まあだいたい1時間ぐらいで、それ多分担当者が今回の場合良かったんですよ。なんで、ああ、こっちの担当者の方がうまいなと思って、良かったです。最後が3時間コースについてたからやってみたんですけど、顔になんかこう、アロマのクリームみたいなのを塗ったくるみたいなやつ。顔もまあなんか日焼けで疲れてるだろうし、まあいいかみたいな。美容云々かん、クリームの種類とか選べるんですけど、美容云々かんぬんよりもアロマ的にこう、香り的に好きなやつ何かなっていうところ、なんか、まあラベンダーにすっかと思って、ラベンダーにしました。なんか、ペタって塗って、アロマの時みたいに、はい塗った、はい終わりとかじゃなくて、なんか塗って、拭いて、塗って、拭いてとか、こう何回もやるような感じで、へみたいな。あ、だんだん眠くなってきて、そろそろ寝るかみたいなところで、はい、終わりです、みたいな感じで。最後、こう、プールとこう直結されてるサウナなんで、プール見て、で、プール見ながら、あったかいお茶出ますって言って、こう、クソ熱い、こう、なんだろう、熱帯の、プールのそばなんですけど、今まで結構冷たくなるような施術をされてきたんで、まあ、結構あったかいお茶でも、あ、いけるな、みたいな感じで、ちょっとパラソルの下で落ち着いて、で、帰るみたいな、そういう感じでした。10% オフクーポンみたいなのを出さなきゃ 10% オフにならないのかなと思ったんですけど、自動的にされて、しかもはい、もう一回別のクーポンあるから次回来てね、みたいな、なんかそういう感じでした。10% クーポンは無限と。お持ち帰りいただくメッセージとしてお伝えできればと思います。そんな感じでまあまあ良かったですね。なんかサウナ、ブラブラタイサウナスコアみたいなのをつけるとすると85って感じが、今までやったことないメニューやったんで、それはまあ新鮮ではあったんですけど、でもそんなもんかなって、皆さんにお勧めできる基準80、85万もなかなか良いと思います。結構外れとかあるんで、今回は3時お願いしますってやってもらってよかったと思います。他の島とかだと3時間コースとか3000、4000バーツとかなんですけど、ここ3000切る。まあ、しかも宿泊してると 10% オフなんで、コスパ的にも良しで、担当者がいい人来れば、とても、さらにとても良いと思います。そうそう、そんな感じで、この夕日を眺めながら、ダラダラし、最後の晩餐に向けて、何するんだろう。まあ、ゆったりしてまいります。本当ね、最後の晩餐になっちゃうんですよ。切ない。切ない。はい。じゃあ最後の晩餐に向かいましょう。飯食ったらいろいろ明日の出発の準備とかしなきゃいけませんね。実はのんびりできないのです。そう見たと昨日の夜が一番のんびりできたのかもしれません。昨日の夜はめちゃくちゃ量のある魚を食べてお腹いっぱいで何もできなくなりました。はい、やっていきますか。この素敵な眺めと泳いでお別れ。明日何時でなんかやり取りしてんですけど、LINE とかでこうロビーとやり取りできて、そう、電話ないんです。WhatsApp か LINE でやり取りするみたい。僕的にはいいんですけど、それで LINE でやり取りして、なんか、ちょっと容量を得ない返事が来て、まあ、ちょっとやり取りしてるんですが、明日の出発時刻を確定させないといけません。もうスパ入った後ですし、もうこれ濡らすと、明日の朝まで乾かすのも大変なんで、もうプールはやめることにするんですが、いや、ほんとね、最後プール歩いちゃう。プール秋ね。ちょっと日があるから、ちょっと見えるんで。結構ここのプールはね、好きでした。なんか、プール、向こうの島みたいな。結構いいと思うんですけど、ここで、ちょっとよくわかんないんですよね。ここまあ、ピザ食べましたけど、ピザこっちで食べましたけど、プール脇で食べちゃダメみたいな規制が多くて、せっかく買った豆をここで食えなかったのは残念です。室内で楽しみましたけど、まあ、こんな感じ。みんなあっちの方が好きなんですよ。で、あっちみんな集中してて。で、僕はこっち使ってました。まあ、あっちみんな使って。ただ、こっちの方が、だって、あっち行ったら海しか見えないじゃん。これ、プールと海見えてええやんっていう。そっちの方が好きです。あー、さようなら、プール。くー。まあ、しかし、こういう時が別れの寂しさというよりも、ちょっと、やらなきゃいけないというか、やろうと思ってたことができたということをちょっと思い出すことにして、プール、泳いだりとか、いろいろできたので、よしよしましょう。ああ、切ない。しかし、このゴリラは謎だ。超強烈ですけどね。しかし、なんでゴリラにしたんだろう。さっき鳥いたんで。オウム？オウムとかでも良かったと思うんですけどね。ゴリラ。あとはタオトウのカメと。タオトウのカメはもう飽きたんでしょ。タオトウミもう飽きてんでしょ。こいつなんだろう。人食べられんのか。これほどお腹は空いてるけど、もう1時間もどうしようかな。これさっき1時間前もやったんですよ。で、ちょっと1時間もっと、またそうってことで。まぁ、ちょっとお腹空いたんですけど、どうしようかな。1時間もどうかな。もう1時間もどうかな。まぁ、いっか。行くか。まぁ、現在、だいたい7時ぐらいです。あ、6時50分。よいしょ。まぁ、夕暮れ、こくれてくのをちょっと、素敵なレストランから見たいし、まぁ、そうっす。さてと、今日はライセンスも取れたし、まぁ、最後の、この島とのお別れということで何かすごい食事を食べたい気がするんですけど、すごい食事は昨日食ったんだ。もう大体もう大量食べちゃったし、ここどうしようかな。ちょっと前菜とか頼むとかそういう謎の贅沢風なことしよう。前菜ならパクッと追加で食えるだろう。さて、今日もまた誰もいない。やったぜ。
ですよ。あと今日一番好きだったテーブル、今日の朝食ここで微妙でした。で扇風機に近いところ良さそう。あ、これ扇風機じゃない、暑いな。扇風機上か、ここどうしようかな、ここになっちゃう。 OK ギュッ、この眺めはなんてやっぱりこの席になりました。さてた、いやしかしここが暑い。なんかよくわかんないけどすごい熱溜まってる。今日なんかあったんでしょ、めっちゃ熱溜まってる。ちょっと食堂涼しくなってきたんです。まだまだ暑いの。パイナップルシェイクが届きましたし、これ涼んでまいります。昨日めちゃくちゃでかいの来て文句言ってたことを覚えてくれてたみたいで、さっきあのご飯運んでくる時に気やかされました、店員に。まあ、あの、まあ、冗談で、あのレッドカレーが来ました。レッドカレー最後に楽しんでまいります。なんかあの、なんだっけ、変わった、これがローステッドダックってやつ。まあ映ってるかな、こうすればいい。だいぶカモっぽいですね。確かにちょっと冷や汗かきといただいていきます。なんかめっちゃクリーミーですね。この島のカレー辛くない、あんまり。これパイナップルかな、パイナップルです。100点僕のご飯にパイナップル入ってるの最高、合うんですよ。辛いカレー、ココナッツミルク風味のこう辛み甘みをこのあるカレー噛むとパイナップルの味が出てくるみたいな、すごいうまい。いいでしょう、これは合格です。最後の晩餐ご飯として合格です。なんか前菜頼めばよかったぐらい結構量少なめですね。まあ、しかし本当に今回の旅はすごいダイビングを中心にアクティブだったんで、あっという間に過ぎちゃいました。いつもよりもあっという間に、もっと本当にあのおこもりするんですよ。いつもホテル半分外での半分みたいな、この日は外でこの日はホテルおこもり、この日は外ででみたいな。今回完全にこもったの今日だけかな。それ以外はなんだかんだで結局外で出ちゃった。いやそれもあって本当なかなかな旅でした。ってかこれ一口で食うにはちょっとでかいんだよ。これなんとかならんすか。これを一旦引き上げナイフで切らないとどうもなんないっすね。めっちゃ美味しいカレールーめっちゃ美味しい。なんか暑いかなと思って適当に水着を開けましたが、チャックを開けましたが、なんだかひょっとしたら微妙なおじさんの腹が映ったかもしれないんでやめました。自重しました。人は気がつけば突然年取ってるもので、いやなんか今回普段あの鏡見ないんですよ。旅行行くとホテルに鏡とかあったりして、その度に鏡見ちゃうんですけど、いや年取ったなとか思っちゃいましたね。いや、まあ、しかしライセンスなんて適当、本当何も考えずにダイビングのライセンスなんて取っちゃったんで、半年ぐらいにしたらなんか次やろうと思ったらリカバリーになったらみたいなのやんなきゃいけないらしいんですよ。でまあせっかくなんでちょっとあの本当にスノーケリングが面白かったの。ダイビングももうちょっと頑張ったらめちゃくちゃ面白くなるかもしれないんで、まぁ、ちょっと次回のダイビングとかも書いていきますか。本当何も知らなかった、何も調べてないです。日本でダイビングどうやるのとかも全然知らないです。どっかで言いましたけど、タイで出会った日本人にお前はタオ島でダイビングをしたのかってちょっと煽られて、できやーみたいな感じであの来たみたいな感じなんで、ちょっと本当に何も考えてなかったんですね。ちょっとググってみましたが、湘南ばっかり出て、湘南の周りを人が集まった理由が分かった気がしました。関東だと結局東京キンスメントが結局あそこに行くしかないみたいな、まあ、そら混むなとは思いました。日本の仕組みがまた一つ分かったみたいな、そんな気分です。あとはそうですね、今回も旅の出会いがありましたね。今のところ海外旅行だと必ずこう記憶に残る誰かと出会ってますね。前回の台湾と今回しかないですけど、いや今後どうなりますやら。このポットを手前に寄せない、食べづらい、めっちゃ食べづらい。なんかガンガンこぼしてます。なんか顔が映っちゃうのがめんどくさいし、ダメだ、めっちゃ映っちゃった。この角度が俺の顔が映らない。いや、めちゃうまい。このカレーちょうどいい。本当に鴨肉とカレー、パイナップルの組み合わせが全く日本文化が生まれいずるはずもないような味ですね。円安になっちゃったんで、ちょっと本当にこういう来ること難しいと思う、難しくなっちゃいましたよね。なんか僕ら子供の若い頃って20代ぐらいで全然タイって安くて、20代の人が行くならタイみたいな感じでしたよね。昔僕旅行全然好きじゃなかったんで、20代の頃とか特に一回誘われて断っちゃったんですよね。もう年取って旅行好きになるともう本当あの時行っとけよかったって思いますね。ちょっと食べてる間に考えがいろいろ回ってしまったんですが、ちょっと整理してみると、そっか、まずですね、僕はタイ移住っていうのはまだ企画として生きてるわけです。それを本当にするのかっていうのを確認するために定期的にタイを訪れてまして、でまあそれ年一で少なくともここ3年間ぐらいは連続で来てますと。でちょっと円安もあってあんまり海外旅行、あとその引退、タイ移住は引退もしたいんですけど、早期引退、いわゆるファイヤータイ移住どっちしたいかって、どっちかというと早期引退なんですよ。ということはお金作んなきゃいけないんですよ。だからあんまり派手に使えないんですよ。まあ、これなんか話し出したら止まんなそうですけど、まあ、その40代おっちゃんなんで、40代独身おっちゃんとかちょっと
僕が30代の頃とかだったら、逆に要するに僕が30代の時のプラス10歳の人って割と突然死んでましたねっていう人いなかったっす。なのでそういうことあり得るだろうなと。未来だけじゃなくて、未来に向けて金貯めるだけじゃなくて、ちゃんと今も楽しむみたいなことをバランス取っていかなきゃいけないと思っておりまして、それでこうやって旅行とか行ってるわけなんですけど、まあ、でも話戻すと、円安ってまあお金の貯金みたいなのとバランスを取り、まあ年1回ぐらいしか海外旅行今後行けないと思うんですが、しばらくちょっと円高とかにならない感じなんで、ということはしばらく毎年タイに来るみたいな、以上海外旅行は以上みたいな、それも味気にいいよな。やっぱ年2回で1回は必ずタイで1回は他のところみたいな、ちょっとそういうようなところなのかな。ちょっとお金の面も含めて考えていきます。まあ、タイ移住やめようかなとかちょっと思ったりしたんですけど、今回の旅でやっぱちょっと魅力もまだ感じて、ただタイめちゃくちゃ安く良くなるのはさ、タイに移住したら日本、昔はそのタイに移住したら日本ずっと安く暮らせるの、それでいいじゃないかみたいなのがあったわけじゃないです。それは多分無理なんです。で、あ、違う。タイに来れば安く済むと。で、その時の生活スタイルってめっちゃ切り詰めるんだったら、もうタイの人と同じぐらい生活をするっていう、まあ、選択肢もあるわけじゃないですか。ちょっとこのサイリーコテージっていう安めのところに暮らしてみましたけど、肩とか痛める、ちょっと少なくともこのホテルに比べるとときめきはないですね。サイリーコテージです。安く暮らせるよって言われたら、だいぶ悩むけど、やめますね、タイ中ね、それだったら。もうちょっとランク上のところにしたい。あとは、タイに 100% 移住っていうよりも、可能であれば、多拠点、日本とタイみたいな、そういうのがいいと思ってる。そこら辺で自分のお金とできることいろいろバランスをまあ考えていくと、海で遊ぶとか、バイクで遊ぶとか、タイで遊ぶっていうのは本当に楽しいですし、遊んでる中でタイの人と話をするみたいな、なんか他の国よりも面白いんですよ。マレーシアとかだともうちょっと落ち着いてるんですよ。ちょっと、まあ多分タイの方がもうちょっと緩い。緩さの方向性がちょっとあれなんですけど、まあちょっとうまく説明しづらいんですけど、そういうのは好きで。とはいえ、じゃあ、タイの人たちにめちゃくちゃ住む、集中してる、例えばバンコクとかに住みたいかって、実はバンコク僕嫌いなんです。なんか、で、今回のサイリービーチとか、タオ島で一番栄えてると言われてるところのホテル泊まったんですけど、そんな、やっぱ、今いるここのジャマキリってところ結構タオ島の中心から離れてるんですけど、こういうような感じでちょっとタイ人のこう集まるところがちょっと離れてるみたいな、やっぱりちょっと落ち着くみたいな、そういうところがやっぱ好きなんだな。でそれを実現できないんだったら、たまに来てホテルで泊まってみたいな、そういうのでまあいいかもねみたいな、そういう気はしました。まあなんかそんな感じ、いろいろ似たようなことを私が考えてるおっちゃんこの動画見てるかもしれないんで、僕は今そんな感じで考えてます。あとはこの今回のホテル、さっき3時間のスパ、本当にスパの良さを思い出しました。過去2年間行ったタイのホテル、スパがちょっと微妙だったんですけども、今回のは結構いい合格点です。これもこう期待にちゃんと応えてくれた感じで、タイのスパの魅力、日本の温泉同様、誰かしらにお伝えしたいなみたいな気持ちはあるので、ただ、スパにカメラあんまり入れられないですけどね、温泉同様。まあでもなんかやっていきたいなというふうに思っております。そんな感じで、大体。カレーが食べ終わりました。これでお腹いっぱいで終わりでもいいけど、どうしようかな。結構お腹いっぱいになって、いや、なんか油断したら、アイスなんてちょっとしたもんだろうと油断したら、結構でかい。まさかの。アイス、そんな胃にもたれないと思うけど、いやー、予想外ですね。で、アイスコーヒーも頼んだのか、ちょっとそれ待ちにするか。まあ、いや、食うか。だってこれ、超でかいよ。超でかいよ、これ。バニラの安定のバニラです。お、Thank you。やばい。落としてと思ったけど、これ砂糖入ってる。ブラックって言えばよかった。しまった。甘々になっちゃうな、これ。しまった。極めて薄い甘さで良かったです。しかしな、これはなかなかちょっと思い出に残る戦いになりそうです。結構量あるよ。こんなでかいと思わなかった。ああ、涼しい。まあでも僕の引退曲なんてもう、なんか今となってはもうNMティアだよりになってしまった気もせんでもない。まあいいや。Nメディアが流行れば、もっと売れれば僕の人生も、この動画も彩り豊かになるかもしれないと。ただね、なんか僕ごときが NVIDIA 株やったぜって思ってるような状況だったら、もっと世間の他の人いっぱい株でめっちゃ稼いでると思うんですよ。ということは、どんどんこう、平均のバーが上がっていくんで、NVIDIA で儲かった、よかったねって言って、平均ぐらいでしたみたいな。後で上げたみたいな。そういうオチもあるかもですね。しかしバニラうめ。いやなんでイチゴの方がこんなに多いんだよ。おかしくねえか。おかしいよ。え多分バニラのイチゴあるよ、これ。おかしいよ。なんか今、写真見返してたんですが、今回の旅のベストフード、なんか言うまでもないですが、このパイナップルチャーハンですね。本当に良かった。タイに来たら、もしこれ見つけたら、ぜひ食べてみてください。超おすすめです。タイに来たって感じがします。まあ、そんなもんかな。あとは下、ちょこっと、シャムイトを回る。ちょっと楽しみであります。めっちゃ汗かきそうだけど、まあ、そんな感じで、今日は終わりかな。じゃあ、また、あと。最後に夜っていうのをどう映ってるかな。多分何も映ってないんですよ。結構肉眼だといい感じなんですけどね。
ちょっとエースプロ夜強いけど もう一段頑張ってほしい。まあそんな感じです。じゃあ本当にまた。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。